関与824年12月25日は、中国東大中期を代表する文人、次大部である。字は大使。盲州歌謡県の人、本願は南洋軍。3歳の時父の藩中系を、14歳の時兄の寛会を失って、兄嫁の亭子に養われ、育った。792年に紳士に休大する。その後、観察漁師。 中所とねり、リブ二郎、地形町富士などの官を歴任した。817年、ハイタビに従い呉れ住みの乱の鎮圧に参加した。818年、30年に一度の御会長に、供養すれば御利益があるとして、信仰を集めていた、法省の訪問時の仏舎利が、長安の宮中に迎えられ、供養されることとなった。819年、官誘は、 論物骨表を剣僧に立てまつって極寒した。結果、数物皇帝であった剣僧の激離に触れ、長州史氏に左遷された。翌820年、剣僧が死去して、僕隆史が即位すると、再び召されて国子採取に任じられた。その後は、兵部次郎、李部次郎を歴任し、824年に死去した。霊部少将,将を追贈された。 関竜は、陸朝以来の文章の主流であった46、弁礼文が、終始主義に傾斜する傾向を批判し、新寛以前の文を反とした達意の文体を提唱し、闘争八大化の第一に数えられている。この運動に共鳴した、竜宗元は、関竜と共に、関流と併称される。古文復興運動は、彼の思想の基盤である儒教の復興と表裏をなす、ものであり、 その観点から表された文章として、現人、言動、原性などが残されている。その廃物論も、陸朝から隋唐にかけての数物の傾向を退りけ、中国古来の儒教の地位を回復しようとする、彼の儒教復興の姿勢から来たものであった。その傾向を受け継いだのは皇帝の理である。詩人としては、新規な語句を多用する難解な詩風が特徴で、 平易で通俗的な詩風を特徴とする白虚偽に対抗する中東師団の一派を形成し、猛虎、長石、李賀、王権、加藤など半門の弟子と称する詩人たちを輩出した。詩人としてもある程度の名声を持っているが、より有名なのは三分の作家としてであり、中国の近い過去千年間の三分の始祖ともされる。文集に、半ばさサはじむ集四十巻。 1> 外1十巻がある。ありがとうございます。